中川先生の優しいビジネス研究、本日財務会計、このテーマいってみましょう。キャッシュフロー会計。キャッシュフロー会計っていろんなところで耳にすると思うんですけども、それって何なのかというのをこの動画では10分ぐらいでパッと、しかししっかり皆さんに腹落ちした形で理解してもらえる動画にしておりますので、ぜひ最後までご覧になられてください。まあ、キャッシュフローっていろんなところで聞くと思うんですよ。さんざっぱら聞きますよね、キャッシュフロー。何英語にしてんだと、それって単に現金の流れってことでしょ、それじゃ重要に決まってるでしょ、当たり前やんと、そう思われると思うんですけれども、そう、その感覚が大切なんです。このキャッシュフロー会計というのは、こう貸借対照表とか損益計算書というふうに作っていくと、なんだか一番重要なことが分かんなくなってくる。結局会社動かすのって現金じゃないかということで、素直に考えてみよう。そう、キーワードはこれ。シンプルに、素直に、現金が大切だから現金の出入りを見てみましょうというのがキャッシュフロー会計なんですね。で、そらそうなんですよ。人を雇うにしても物を買うにしても結局現金なわけなので、難しく考えず1年間の企業活動でどんくらい現金が入ってって、どんなことで現金が出ていったのか、その金の出入りをチェックするのがキャッシュフロー会計。ただここで注意しておきたいのは、 BSPL 貸借対照表損益計算書も大切なことは大切なんですよ。それが全然いらんということではなくて、企業の元手をどこから集めてきて、1年間の活動で売上と費用がどれくらいかかったか、これをチェックする BSPL ってやっぱ大切なんだけども、でも結局こう BSPL なんて切り分けて、元手と1年間の事業と分けたところで、どっちも金の出入りであるには変わらないわけですよね。で、しかもその会計ルールは複雑で分かりにくい。これはこっちだ、これはこっちだ、これはこっちだと、いろいろやんなきゃいけないので、ルールが複雑で分かりにくい。それってさらに言うと、このルールを応用して、利益も損失もある程度、経営サイドの方でコントロールができてしまうということもあり得るわけなんです。そのように考えると、一回ちょっとこういうのポンと取っ払ってみようと。実際のところどんくらい金が入って、どんくらい金が出ていったのか、それぐらいシンプルに見ていった方が、企業のその稼ぐ力が見えてくるんじゃないかっていうのがキャッシュフロー会計の考え方なんです。じゃあ中身でしょ、キャッシュフロー会計って何をチェックするかというと、ざっくり言って3つです。この3つの金の流れで企業の中にどれくらい金が入ってきて出ていったのか見ていくと、企業をめぐる3つの金の流れというのは、第1には営業活動、まあその企業の本業ですね。本業でどれくらい稼ぎ、どれくらい金が出ていったのか、この本業にまつわる入ってった金、出てった金の計算。第2は投資活動。結局この本業で稼いで、会社の中の金庫の中に金が貯まるわけじゃないですか。ところがこの金を金庫の中に眠らせておくだけではお金は増えません。このお金をうまいこと投資に回してさらに稼ぐようにしようと。じゃあ企業のやる投資活動といえば大きく2種類。一つは自分たちのために投資をする。自分たちの設備を買ったり、自分たちの IT に投資したり、そういう自分たちのために金を投資するのもあれば、他の会社に投資する。これが第2ですね。他の別の会社の有望なところにお金を投資して、その会社の成長を助けて配当をもらう。この2種類の投資活動が第2。そして第3には、財務活動ですね。財務活動って結局何なのかといえば、お金を銀行さんから借りてきたり、株式や社債を発行して市場から集めてきたりという形で、自分の足りない資金を銀行さんや株式、社債で集めてくる活動、あるいはまあそれを返済する活動、これを財務活動というふうに言います。この企業をめぐっては大きく3種類の金の流れがあります。逆に言いますよ。簡単なもんじゃないですか。3種類しかないんです。この3種類について、その1年間のプラマイをチェックするってのがキャッシュフロー会計です。こんだけなんですよ。で、ポイントはこのキャッシュフロー会計、キャッシュフロー計算書というものを何に使うかですよね。まず、どういうふうに使うのかというと、キャッシュフロー計算書というのは、その企業の収益力、実際のところの収益力が測られるというふうに考えられています。まあ、総合収益力とか、そんな言い方すべきでしょうかね。結局のところ3種類の活動でどれくらい金が手元に入ってきてるのか、金を稼ぐ力なわけです。本業、営業活動、それはもちろんメインの事業での稼ぐ力です。
投資活動、お金を何かに投資してそれでリターンが返ってくるんだとしたら、この投資、結局自社にせよ他社にせよそういう形で金を運用してキャッシュバックが得られているのだとしたら、これも本業とは違うけど結局稼ぐ力、そしてこれらの営業活動、投資活動でしっかり稼ぐ力があればこそ銀行さんからお金を借りるわけですね。うちの会社これぐらい本業でキャッシュフローあるから、投資でキャッシュフローあるから、これを前提にして、じゃあ銀行さんお金を貸してくださいとか、あるいは株式を発行して皆さんうちの会社に投資してくださいということができるようになるわけですから、結局この財務活動でお金を集めてくることができるかどうかっていうのも、営業活動、投資活動がしっかりできてるかどうかにかかってるわけです。このように考えると、結局この3つのキャッシュフローの合計値というのが、その会社が今どれくらい稼ぐ力があるのかという総合的な収益力の判定基準なんです。これを測っているのがキャッシュフロー計算書なんです。だから大切なんです。で、さらにですよ、この3つの数字をそれぞれに細かく見ていけば、これが第2のキャッシュフロー計算書の使い方ですけれども、どういうところで稼いで何に使っているのかが分かるのがこのキャッシュフロー計算書なわけです。例えば営業活動ですごい黒字が出ていて、投資活動で赤字が出ている、ここに下に書いた通りですね、こういう状況だとしたら、私たちはそれを見て何が分かるのかというと、そうか、この会社は本業で稼いだお金を投資に回しているんだなと、これが分かるわけです。それぞれの3つの活動のキャッシュフローの出入りをチェックすることによって、この企業のお金の使い方が見えてくるわけです。順番に言ってみましょうか。営業活動って何を見るかというと、営業活動がそもそも黒字か赤字かっていうのが、結局これが本業での稼ぐ力なわけです。いろいろこういろんな財務操作をして黒字赤字出せますけれども、そもそも一回そういうの取っ払って、そもそも本業でちゃんと金は入ってきてるのか、それとも金は減っているのか、営業活動というところが黒字になっているかどうかによって、その企業の基本的な収益力、そう、これがキーワードですよ。基本的な収益力はやっぱり本業なわけで、本業が黒字になっているかどうかが第一のチェックポイントです。そして第2には投資活動なわけですけれども、この投資活動は中身をチェックしていくのはポイントです。結局この投資活動のところのキャッシュフロー計算書を見ていくと、あ、自社に投資してるんだ、他社に投資してるんだ、これが見えてくるわけですよ。投資活動の部分のキャッシュフロー計算書をチェックすれば、あ、この会社は今自社に投資をしているな、この会社は他の会社を育てようとして、それを通じて金を稼いでこようとしているなというように、この投資活動が具体的にどういう対象に向けて行われているのかが分かるわけです。そしてこの投資活動というのはちょっと特殊なもので、マイナス赤字が出ていたからといって必ずしも悪いわけじゃないですね。なぜなら投資というのはリターンが返ってくるまでに時間がかかるものだから、今いろんな会社の株式を買っていたら、そりゃキャッシュフローはマイナスですね。しかしそれが何年後かに黒字になるかもしれないわけで、このように考えると投資活動が短期一期だけで見てマイナスだとしても、それでこう一喜一憂する必要はないわけです。最後に財務活動、この財務活動ってのは結局その銀行さんからお金を借りたり、株式を発行して市場から調達したりするわけですから、これって結局どういう時にするかポイントですね。なんでこういうことをするかというと、本業とか投資活動だけでは潤沢なキャッシュがないから、何らかの理由でキャッシュが必要だから銀行から借りたりとか自社株を発行したりしてるわけじゃないですか。で、そうだとするのはこの財務活動という数字が 黒字であるという時には、あ、この会社は何かの理由でお金を必要としているんだなと、これをチェックするのが財務活動なわけです。逆にこの財務活動という部分が減っている赤字だということは、現金が財務活動のために出てっているというのは、考え方を変えると銀行さんから借りてるお金を返しているわけですから、返済が済んでれば財務活動はマイナスになっていくわけです。このように見ていくと、まあ、まさにこの企業というものを取り巻いてお金の3種類の流れというのが確かによく見えてくるということがお分かりになれたんじゃないかと思います。で、このキャッシュフロー計算書、どういうふうに私たちは使うべきかといえば、ポイントというのがこれです。BSPL を補うもの、貸借対照表、損益計算書では見えてこなくなるものや見えづらくなるものを
見えやすくするためのものがキャッシュフロー計算書だと、この点を押さえておきましょう。キャッシュフロー計算書だけで企業の経営が見えてくるわけじゃないんです。あくまでやっぱり BSPL があった上で、しかし BSPL だと実際のところの金の出入りと帳簿上の計算がずれてきてしまう。それが分かりにくくなってしまうということで、素直に見ましょうということで、キャッシュフローというものが補われるわけです。このキャッシュフロー計算書というものが生まれた経緯を忘れなければ、キャッシュフロー計算書というのは使いこなせるようになります。難しくなりすぎてしまった会計ルールを一回さておいて、シンプルに金の出入りで見ましょうというのが、このキャッシュフロー計算書の精神なので、難しく考えずに、素直に、あ、本業で稼げてんだ、やったな、と。ああ、株式発行して金手に入ってんだ、よかったね。このように素直に金の出入りということで、私たちの直感に合うような形に見ていけば良いわけです。こんなわけで、もう皆さんこの動画でパッとキャッシュフロー計算書とキャッシュフローって何なのかご理解いただけたんじゃないかと思います。もし皆さんのお役に立てたというなら、ぜひチャンネル登録のもありがたいです。やってもらえて嬉しく思います。この動画が役に立ったなと思った人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、中川に何か質問があったり、こんなことを扱ってほしいという疑問があったりしましたら、ぜひコメント欄に寄せてもらえたら幸いです。また、ぜひ周りの人にシェアをよろしくお願いします。